はい、だこじゃです。ナンバーワンパノラマコダックの、これ、トリセツもついてますね。古い、すごく古いカメラです。本とかですね、ああいうカメラの歴史みたいのには載ってますよね。一番目の、これパノラマ首振り式です。こういうふうに、今度はこっち、こっちがスピ、速いスピードで、こっちが遅いスピード、一回一回こう動かさないとダメですね。こっちだとシャッタースピード速い方です。こんな感じで撮ります。こんなの動いてるの初めて見ました。で、ファインダーは上からこう覗くタイプですね。これ多分水準器かと思われますが、もう抜けちゃってるみたいです。これでフィルム巻き上げってことですね。赤窓式、綺麗だと思います。多分もうかなり古いとは思いますが、悪くないと思います。で、これ革が張ってありますが、基本的には木製のカメラです。非常に綺麗なカメラですね。こんな感じで字が出てます。で、ブローニーが使えます。120ですね。120フィルムが入りますので、今でも使えます。ここは引き上げて、押していこうか。こんな感じで動きます。これ本革だと思います、多分ね。こんな感じですね。中も綺麗な状態です。まあ、こういうのを見ると、まあカメラが高かった時代っていうのが分かると思います。非常に仕上げがよろしいですね。飾っといてもいいですし、こうやって動かしてみてもちょっと面白いカメラと思います。